はい、竹の里の高井です。今日は旭山動物園に来ております。今日は西口から、動物園に入っていきたいと思います。車止めれるのに満車となっていました。堂々と入ってしまいましたが、さあここから入っていきたいと思います。旭山動物園です。入っていきます。こんにちは。はい、どうぞ。はい、どうも。はい、これが西口の入り口になります。これが正門です。ちょっとした車椅子とか、こういう設備が載ってます。せっかくなので旭川市市民憲章、しっかり見ていきたいと思います。より良い旭川を作ることに努めましょう。かわいいですね。そしてこれが案内図になってます。動物園からのお知らせです。オラウータン2時半トナカイが15時15分ヤギ、ペンギンが15時45分。今14時半ですのでオラウータンは諦めましょう。トナカイ、ヤギがもしかしたら間に合うかもしれません。これが動物園の撮影ストップスポットですね。もっと夢基金の木だそうです。ああ、なるほど。もっと夢基金に、基金に入れた人たちの名前がここに書いてますね。ああ、ここにも木があるよってことですね。こっちの木まだ空いてるので、どうぞ基金に入れてプレート飾られてください。